佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを。本放送お聞きの方は2月14日金曜日、再放送お聞きの方は2月16日日曜日。第46回目の佐藤ひろこでしょうねを、皆さんそれぞれいかがお過ごしですか。今日はバレンタインということでですね、皆さんチョコレートなんかを、もらったり、あげたりなんてしているんでしょうか。私は、2月14日の今日はですね、この番組が収録の番組っていうのもあって、自宅でのレコーディングの作業が結構主な業務内容になっているから、もう絶対的に誰にも会わないだろうということで、前日の2月13日木曜日が栃木テレビのイブロックプラス出演日だったんで、まあちょっとその日は他の放送局とか別のところでも打ち合わせなんかもちょっとあったんで、80個のね、一口サイズのチョコレート80個これ作りましてですね、もう本当いろんな方にお渡しして、でもね、私は普段80人に会ってるのかとか、まあ一回外出たら何人会うのかとか、まあそういう情報がわからないまま80個作っていって、最後はみんなんか最後にお渡しする人にこうザラザラザラって全部渡しちゃえみたいな感じで思ってたんですけど、意外や意外にですね、なくなってしまって、結構すぐと言いますか。だから栃木放送にもちょっと用があって、少し足を運んだんですが、栃木放送では多分ね、加藤くんと龍様にしかあげられてないんですよね。そう、川島さんにもお会いしたんだけど、なんかちょっと挨拶して、ああ私忘れたみたいな感じで。そうなんです、80分の1をゲットした皆様、本当におめでとうございます。手作りの、生チョコタルトを作りました。生チョコはですね、ブラック系のちょっと苦めのチョコレートにですね、生クリームをしっかりと、動物性の生クリームでしっかりとね、こねこねしてください。これで、溶かし入れまして、でその前にですね、その何ですか、タルト生地みたいなのを作るんですけど、タルト生地って言ってもクッキーを、砕いてですね、そこにピスタチオをまた砕いたものを入れて、で、それのつなぎとして一回ね、先週ぐらいに実験で作ってみたタルトのそのつなぎのやつをですね、クッキーのつなぎかを牛乳にしたんだけど、ちょっとしっとりしすぎちゃって、うまくなんかサクッ感が出なかったので、ちょっとその今回はつなぎの部分としてはホワイトチョコレート少し流し入れまして、クッキーの感じをチョコレートとともに楽しんでもらえたかなと。で、生チョコも結構ね、私も80分の1を私も一つ食べたのですが、結構口の中でしっかりとろけるタイプの生チョコに仕上がったなと思います。いや、難しい、包むのが一番難しかったですね。皆さんはどんなチョコレートを送り、もらいしているのでしょうかね。それぞれの楽しいバレンタインをお過ごしください。さて、そんな今夜はスペシャルなお話もありますし、皆さんからいただいているメッセージもしっかりと読んでいきますので、今夜も30分楽しくお付き合いよろしくお願いします。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土佐木農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカー
ひろしのベリーズベリーの提供でお送りします。ここで1曲お届けします。1月29日に発売された佐藤ひろ子のニューシングル流星、お聴きください。空を染める青の衣もまと願いは命の星降る流星。ような声で風はほら命を今運んでゆくから、祈りよ天に響け届け魂の歌で、空を染める青の衣まと願いは落ちてゆく僕らは流星、祈りのかけら集め明日を照らすのはゆららゆら魂を歌い、ゆららゆら魂を叫び、尽きる
は1月29日に発売された佐藤ひろ子のニューシングル流星です。たくさんの方に手に取っていただきたいそんな、曲ですけれども、5月まではしっかりとツアーが入っています。来週はもう大阪に行っていますが、これはでもプロモーションがメインなので向こうのラジオ局とかに出たりとか、まあ、そんな動きをしていますが、現在ですと栃木テレビのサウンド30、そしてサウンド10の方で、こちらのミュージックビデオがフルバージョンでご覧いただけます。それから佐藤ひろ子の公式 YouTube チャンネルでも、こちらのミュージックビデオをフルバージョンでご覧いただけるので、映像と合わせてぜひともじっくり聞いていただきたいです。ライブの情報はまた後ほどお知らせしてまいりますので、お近くの方はぜひ足を運んでください。佐藤ひろ子流星でした。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオ、今夜はスペシャルなお知らせ、ライブ情報、そしてメッセージなんかをご紹介していきますが、ここではもう早速重大発表をします、してしまおうと思います。もう早速言っちゃうかね。皆さんメモのご用意はよろしいでしょうか。発表します。ドゥルルルルバン。2021年2月に佐藤ひろ子宇都宮総合文化センターサブホールでワンマンコンサートをいたします。パホパホヒューヒュー、パホパホってないね今ね。パホパホっていうあの丸い黒いのゴムがついて前手前のところ、このラッパー状になって、パフパフって、パフパフってこの音もすごいけど言葉もすごいし、だからドラゴンボールはすごいっていう話なんですけど、まあ、ドラゴンボールの話は一回置いておきましょう。パフパフも一回置いておきましょう。そうなんです、来年2月のどこかで私総合文化センターでワンマンコンサート、そのどこかという日にちを今発表しちゃいます。2月14日、そうまるっと1年後に、1年後の今日、私佐藤ひろ子は宇都宮総合文化センターサブホールでワンマンコンサートを行います。ヒュー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 イエーイヒューヒューイエーイエーパホパホ。はい、もうですね、抑えちゃったもんは仕方がありませんので、これはしっかりとライブコンサートを行っていくんですけれども、これからいろんな人の協力を募っていきたいと思います。それでですね、私ワンマンコンサートをやるときって結構ね昼間の時間帯にやることが多いんですけども、ちょっと今時間帯とかはこれから詰めていくんですが、一応まるっと1日抑えました。宇都宮でワンマンライブをやった最高の人数が80人とかなんですね。なんで、あとで、あそこのマックスが550人らしいんですよ。で、席の出し方とかで、まあ、300人とかそんな感じみたいで、なので一応私の目標としては最低ラインは300として、でも500を目指していきたいなと。で、50席分のところをちょっとこう PA を置いたりするスペースに当てられたらいいななんて、そんな風に思っているんです。はい、なので今年は、まあ、私オープニングで言ってたチョコレート作ったんですよって話したんですけど、来年の1年後ですよ、全くもう1年後の今日はもうバレンタインですよ、もちろんですけど。なので一応私の予定では、まあ、前日ないし前々日ぐらいにこう準備をしますけれども、手作りのチョコレートを500個作る予定でいます。だ、今回は80個私が作って、でちょっとまあそれもかん、なんだろう、視野に入れて作ったってところがあるんですね今回。
だからオーブンとかを使わない、なんでしょう、大量生産しやすいチョコレートと思って、ただちょっとラッピングはね、要検討だなと思いました。包むのが結構難しかったのと、ちょっと衛生的にね、チョコレートに直接触れてしまうのが、まあゴム手袋もちろんすればいいんだけど、見た目がないし、あんまり良くなくって、味はそんな悪くないと思うんだけど、ちょっとその辺をね、で、手作りチョコレートとか手作りのもの、人が握ったおにぎり食べられないみたいな方もいらっしゃるじゃないですか。だからそういう方はもうね、迷わず捨てていただいていいです。で、まあちょっと500個作れると思うんですけど、頑張って500個作ってみますが、もしかすると最初で最後かもしれません。チョコレートをお配り、チョコレートをとかをこのぐらいのキャパでね、お配りするの。毎年12月のバースデーライブの時は、佐藤ひろ子からお土産ってことで、まあ、栃木県のお土産、壬生町とか栃木県の何かお菓子を皆さんにお配りしたりとか、それこそ去年の誕生日のライブの時は手作りクッキーをお配りしました。はい、なんでね、まあちょっとそれも一つ課題ではあるけれども、これからちょっとなんか企んで来年の2月に向けて走っていきたいと思いますので、どうか今から開けていてください。来年2月14日1年後の今日、宇都宮総合文化センターで佐藤ひろ子のワンマンコンサートを行います。2月14日のスケジュールをどうか私のために開けてやってください。よろしくお願いします。佐藤ひろ子からの大切なお知らせでした。さて、ここで一曲お届けしたいんですが、今日お届けするナンバーはちょいレア音源になります。以前バレンタインイベント企画をした時に、まあ、ミュージシャン同士のセッション曲としてバレンタインキスをやったんです、おにゃんこクラブさんのね。でその時に、まあ、こんな感じのアレンジでみんなでセッションしようよっていう提案で、私がその当時ももうスマートフォンとかあったんでね、そういう簡単な録音機器を使ってでレコーディングをしたバレンタインキスがあります。ちょっとだけ音質は悪いんだけど、でもちょっとだけレアな、なんだろう、感じなので、今日、お届けしたいと思います。佐藤ひろ子、バレンタインキス、バレンタインキスデモ音源バージョンです。お聴きください。誰もが浮かぶ
佐藤ひろ子が歌うバレンタインキスデモ音源バージョンでした。来年の宇都宮総合文化センターぜひ会いに来てね。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。メッセージが届いています。ちょっとそうですよ、これすごいんですよ。おはがきなんです。でおはがきが来ていて2通来てるんですけど、全く同じ方なんですけどもね、これ内容が違うんですよね。ちょっと読んでいきたい。先に送っていただいてる方から読んでみようかな。こちらはラジオネームジャスミン伏せさんです。ありがとうございます。字綺麗だね。こんばんはひろこ様、毎週楽しく聞いています。遅れましたが先日のベルモール宇都宮でのライブ見に行きましたよ。とてもいいひとときを、そして CD と変わらぬ歌声で僕はますます佐藤ひろ子様のファンになりました。先日の放送ですがメッセージを読んでいただきありがとうございました。僕と俺という年齢の境界線のことですが、僕はひろこ様の言う通り僕を使います。そしてパート2として今度はおじさんとお兄さんの年齢の境界線についてひろこ様に聞きたいです。ぜひ教えてください。ちなみに僕は年齢でいうと50代なのでおじさんですね。最後に何でも一生懸命のひろこ様、あまり頑張りすぎないようにしてください。またイベントライブでお会いしましょうといただきました。ありがとうございます。そうですね、メッセージやってこう、おはがきを本当にありがとうございます。このもう一つの方はちょっと時間の関係で今日読めなさそうなのでまた改めて読みましょうね。これはですね、まずはこの何ですか、おじさんとお兄さんの年齢の境界線についてですが、これはですねもう明らかに言いますけど私の年齢がやっぱり上がっているので
一概に言えないけど、でもやっぱさ10代とか 20代とか子供の頃感じてたおじさんって、今思えば32歳ぐらいはもうおじさんだったよね。30代入ったら全員おじさんでしたけど、今となったら30歳なんてめちゃくちゃ若い小僧になりますから、自分より年下だしね。これだから難しいね。でも世間的なだからものを作っちゃいましょう。世間的なものを作っておかしいな。世間的にはもうおじさんとお兄さんのこの境っていうのはやっぱもう30を境にしていきましょう。このなんで30代かっていうと、いやもうちょっと加齢臭とかの話でしょエンディングかかってきちゃったよ。30代ぐらいから加齢臭って始まると思うんですけど、女性はあんまり分かんないかもしれないけど、男性の方がちょっとそういうの早いって言いますよね。難しいね。私からしたらだって50代はお兄さんだもん。おじさんってさ、だから難しいね。匂いで分別するとかで多分加齢臭し始めたらおじさんで。でもさ、加齢臭してたとて、なんでしょう、その加齢臭の香りが嫌だって思わなければ加齢臭じゃないよね。いい香りですよ、フェロモンですよ。難しいな、今回の質問めちゃくちゃ難しい。ちょっとリスナーの皆さんに聞いていいですか。今日はバレンタインということですが、男子からも女子からもご意見を頂戴したいと思います。私が解決できないんで、おじさんとお兄さんの年齢の境界線何歳だと思いますか。ぜひ皆さん教えてください。メッセージの宛先は郵便番号 320-8601 栃木放送佐藤ひろこでしょうねお係。ファックスの方は 028-643-3311、 メールの方は ds941@hiroko310.com です。皆さんからのメッセージをお待ちしています。そして佐藤ひろこのライブ情報ですが、本放送を聞きの方は明日なんですが、なんと宇都宮の泉町ジャックします。宇都宮のですね、泉町というとこ飲み屋街の地域を私ギターを持って練り歩くことにしました。お会いできたらお会いしましょう。それではまた来週、お相手は佐藤ひろこでした。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカーひろしのベリーズベリーの提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。